スタッドジェルマンコマルモンは、モーリシャス共和国ブラックリバー県バンブースにある多目的競技場。主にサッカーと陸上競技に利用されている。収容人数は約5000人。2001年に開場したとする資料が多いが、モーリシャススポーツ競技会は2003年8月21日に開設されたとしている。 モーリシャス国内でも設備が整った競技場であるため、サッカーでは地域のクラブチームやモーリシャス代表が利用している。具体的には、モーリシャスの U17U2 例代表、プティットリビエルノワール SC、バンブース・エトアールドルエスと SC がホームスタジアムとしている。陸上競技では2006年にアフリカ陸上競技選手権大会の2009年と2013年には、 アフリカジュニア陸上競技選手権大会の会場となった。2009年大会では、キャスターセメンヤが女子800メートルで大会新記録、南アフリカ新記録、冬季世界最高記録をマークし、注目された。毎日午前6時に会場し、市民がジョギングをすることができる。平常は平日と土曜日が午後10時、日曜日が午後6時で団体によって利用できる。 時間帯が決まっている。ありがとうございます。